高松港玉も防波堤灯台は、香川県高松市の高松港に所在する灯台。愛称は、石灯台、または瀬戸しるべ。1964年12月28日に、初点灯が実施された。高松港西防波堤灯台として陸岸近くの防波堤に設置され、全体が朱色である灯台は、石灯台として親しまれた。この西防波堤灯台は、 三方と高松に伴う港湾事業によって北側へと伸びた防波堤の先端へと改築移設されることとなる。なお、防波堤に設置された灯台は旧防波堤に設置されていた石灯台の代替保障施設として運輸省高松港湾空港工事事務所が整備したものであり、外装材にガラスブロックを使用し内部から灯台を照明するという世界初の灯台であり、 平成10年11月1日に運用を開始している。現在の灯台は1998年11月1日に初点灯されて以降、高松港玉も地区の三方と高松においてランドマークの一つとなり、高松港の中央不団の先端から北東に約540メートル伸びる玉も防波堤の先端に立地する。世界初の総ガラス張りの灯台で夜間は 内部の照明により灯台そのものが赤く発光する。構造は鉄骨5階建てで19センチメートル四方の透過性、ガラスブロック1600個で築かれている。設計は日本航路標識協会。1999年第6回空間デザインコンペティション同賞を受賞した。ありがとうございます。